ナリッシングデフリザーのご紹介をします。こちらはオイルタイプの洗い流さないトリートメントになります。香りはアトラスシダーの木を感じるようなウッディな香りになっております。ホホバオイルやアボガドオイルが髪の毛に潤いやツヤを与え、乾燥枝毛を防ぎ、しなやかに整えてくれます。乾燥やダメージが気になる方にとてもおすすめです。では早速つけていきます。タオルドライした髪や乾いた状態でご利用ください。このくらいの長さでしたら約3滴から4滴手元に取っていきます。よく手のひらに伸ばしてください。指の間にも伸ばしていきます。このくらい長さがある場合はまず内側からつけていきます。中間、表面につけていきます。表面や先にダメージが強い場合は後からもう一度つけてください。全体的に馴染みましたらブラッシングをしていきます。しっかりとブラッシングができましたら整えていきます。しっかりとツヤ感と止まり感が出ると思います。